こんにちは。沖縄、おばばです。今日のお昼ご飯です。なんか黒いですよね。<laughs> 全体的に茶色です。はい。えー、茄子とね、豚肉の炒め物ですね。はい、茄子と豚肉の炒め物。あとね、えー、見えますかねしじみです。しじみの味噌汁と、雑穀ご飯です。はい、今日のお,お昼ご飯です。はい、えー、っとですね、えー、先ほど言っていたように、えー、まあ、 えー、冷蔵庫の中っていうかね、冷凍庫の中にもたくさんあるんで、えー、お肉類ね、徐々に食べてって、えー、まあ、あの、備蓄いっぱいあるんで、備蓄のね、あの、大豆ミートがね、いっぱい、 バーいあってね、もうそろそろ徐々に食べていかないとまずいかなっていう感じなんで、えー、そちらにしようと思います。はい、えー、まあね、お肉はしばらく、えー、冷凍庫にあるものを全部処分したらもうしばらく食べないつもりです。まあ理由はね、いろいろありますけど、まあ、一番ね、一番ね、こう、強力になった理由が、あ、見ちゃったんですよね、動画。はい、ー、 輸入のね、お肉にね、えー、入れてるところを見ちゃったんですよ。はい。あれを。はい。入れてました。はい。で、あのー、まあ、多分ね、えー、数ヶ月、一ヶ月ぐらい前かな。あいろんな人がね、えー、言ってましたけど、えー、こ国産のね、あの、鶏肉とかにもね、なんか入れてるみたいですね。そういうものを。 はい。そういうことです。あの、例のね、えー、例のものをね、えー、入れちゃってるみたいですね。はい。まあ、そういうことなんですよ。つまりは。はい。それが一番、あのー、やめようと思ったきっかけです。はい。まあ、やっぱりね、自分の身が可愛いですからね。はい。まあ、それ、そうじゃなくてもね、まあ、 なんて、食肉業界にはね、いろいろとこう、い,いろいろとこうね、えー、黒い噂がね、いっぱいありますからね。えー、まあ、なんていうのかな、えー。評判になってたのはちゃんと表示してるみたいですね。あの、なんていうの、国産のね、えー、鶏ちゃんのお肉とかね、表示があったみたいです。それでそういう表示があって、えー、まあ、ちょっとどうなんだろうっていうことを言ってた方がいっぱいいらっしゃいました。はい。 まあ、鶏肉だけじゃないと思います、私は。はい。えー、そういうことです。えー、輸入されてくるね、えー、あの、お肉にもね、なんか、そういうものを入れてるらしいので、えー、まあね、はい、えー、そういうことです。そういうものというのはね、えー、まあ、えー、今ね、日本のね、えー、アウト政府、よよいのよいが言ってるね、 あのー、あれですね、三回目の、お,おね、練り物ちゃんですね。あのことです。はい。まあ、あちょっとね、そういうことなんですよ。なので、ちょっと安全性がね、わかるまで、ちょっと控えようと思ってます。はい。そして、まあ、もう一つはね、動物がかわいそうっていうのもあるんですけどね。そして、えー、今の状況がね、ちょっとお、おなんていうのかな。家に、 家でお仕事をしている状況なので、えー、なのでね、こう、そんなにね、体力的に、あのー、消耗しないのでね、とりあえずベジタリアンでも、あのー、大丈夫だろうということですね。そういうことです。はい。でも、まあ、一番の原因は、最初に言ったそのことです。はい。まあ、ね、あの手、この手でね、えー やってきますからね。はい。あの手この手ですから、はい。トラップ一家物語ですね。はい。トラップ一家物語です。そういう名作劇場もありましたよね。懐かしいです。はい。そういうわけで、今日のお昼は、しじみの味噌汁と、えー、豚肉と茄子の炒め物、そして雑穀ご飯ですね。はい。皆様も素敵なランチタイムをお過ごしくださいませ。 はい、沖縄おばばでした。しじみ大好きです。はーい。